会ってないクラスの子とか、はい、会いました、はい、みんな髪伸びてたし、髪染めてたりして似合ってないやつもいてまあ面白かったですね。こう自分がなんか先生だったりとか何かのこう代表みたいなつもりで歌うというよりは、僕自身も何かから卒業するつもりで、今日はここに達したいなと思ってきました。まあ、そのやっぱこのスクールオブロックっていうものがまあきっかけになっていて、皆さんのメッセージっていうのを読ませてもらったんですけど、そのメッセージはテーマが本当の気持ちだったんですね。本当の気持ちを教えてくださいっていうことでリスナーの皆さんにメッセージを募ったんですけど、僕自身例えばメッセージを発信するものとして皆さんがメッセージを送ってくださったように僕の本当の気持ちを書こうということに徹してやらせていただきました。なんで歌詞の世界観とかもきっと希望がある、この先には素晴らしいものが待ってるっていう決意表明の曲だと思ってます。そのスクールオブロック職員の方がそのお電話をくださって、こうその、まあ、一緒にこういう企画をやらないかっていうことを声かけてくださって、それでだから僕自身も今日が何かの卒業になればいいと思ったし、皆さんが今日の卒業式を経てまた次の世界に行っても別のステージに立っても卒業し続けるというかステップアップし続ける皆さんであってほしいなと。